メディアを再生する十三ヶ月の患者の右腎に生じた腎シュの CT スキャン HE 染色した腎シュの組織造腎シュは小児の腎腫用の一つ。小児腎腫用の中では最も頻度が高く90%を占め、全小児悪性腫用においても6%を占める代表的な腹部悪性腫用である。ウィルムス腫用と呼ばれることも多い。神経ガシュ、肝ガシュと並び、 小児の三大固形悪性腫瘍の一つである。後発年齢2歳から5歳で、3歳から4歳で、ピークを迎える。五人元気細胞に由来すると考えられている。WT1 遺伝子の片側に変異が生じると、人不全と火星半音明を認める、フレイジャー症候群を起こし、両側に変異を起こした場合に、人芽腫が発生する。発生率の男女差は、同等化。 やや徐々に多い傾向がある。兄弟間、相対間に多く発症するため遺伝的な原因が示唆され、現在眼抑制遺伝子である WT1 遺伝子、WT2 遺伝子が責任遺伝子として同定されている。腹部超音波検査、CT、MRI など、比較的予後良好。転移のない人種の年生存率は90%以上。治療は病気、 年齢により異なるが、外科治療、放射線治療、化学療法を行う。抗がん剤では、アクチノマイシン D、アドリアマイシン、ビンクリスチンなどが用いられる。ありがとうございます。